のところ外という感じで投げているバッテリーです。まあ、でも今日の腕の振りだったら真ん中低めのチェンジアップでも十分対応できるぐらいの追い込み方なんですよね。はい、徹底してました。最後までスライダー。これで2イニング投げ終わりました。前田健太投手は先頭球回を達成しています。先頭球回達成でこれから花束が贈られますが、過去333人が達成している記録ではありますが、まあ、一つの通過点、2008年の4月5日スタートで前田先頭球回を達成しています。2回終わりました。札幌ドーム0対0です。